今ね、出版社に送ろうかとか PDF あるからね、5万文字わ分からんけど、ちょっと少ないけど。送ってもねそしし、出版社がその、山とかホームレス出版になりましたので、そんなこと言わんからね、あそっかでっ見るだけで。本人なら別にこんな本が出てますって話題性があるから。多分話題性があるから載せると思うけどね、それね、 まだ俺がファンクで出て、てないからね。そんなもん、あの、皆さんが知ったから俺があの、この YouTube 見らん限りでね、知ることないからね。だからあの、チラシね、えっとね、コピーでね、1000円でね、待って1枚20、あれ面白いんですよ、チラシをね、A さんの紙を俺20枚に分割してね、あ1000引いたりしてね、紙で切って、いやパソコン教室とか、 チラシ売れたことあってさ。それ1000円ってことは、皆さん計算できるでしょそれ、ね。え <laughs> !1 枚10円ってことは、1枚で、え,ー、え ?10 円で20枚できることは、100枚で、えっ、ー、と、えーとえー、20枚か、2 0枚か、ね。2000枚できるか。なんか一回2000枚巻いてね。あとな、間違うとあは。2 0枚巻いてね。えっ、ー、とね、一人か二人でも買えば、俺は分から かから持ち一人一人待てよ一人千円千円で売ればねほらもう千円であの差し引きゼロ俺ねどの運動量があるから二千円ぐらいは元取ったってこと三千円ぐらいはもう多いけどあのうち非常に文章は絵も売っとるし情報書でも売っとるしってでそれやるかまんからあそうそうこれ女の子にチラシ配らせんのなんあるのがわからんねその原本作っとかなんのがか で、写真俺の入れてね、情報商材入れてね。そんな発想を今考えてます。発想として、だから次の工程難しいんですよ。以上。これちょっとね、話してくれるけど、金のあの、車乗っ取る人、オンですわ。ラッパーね。年収2000万、プラスアルファぐらいだよね。やっぱあれ5000万、6000万するからちょっときついね。それを言いたい以上。 これはね、1億入ってくるからあの、印税がそのうちね、出版したら。出版社じゃころか、どうかしようかだと思うけど、自分が出版社に限って誰も作ってこれるからね、以上。と思うよ。そうでない話もあるけどね、自分でやる。